おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりにこのダイソーのですね釣り具コーナーに行ったところ、こんな感じのねポッパー売ってました。ダイソーね、以前もねポッパーあって、フローターなんかでねいっぱい数釣りしたりね、すごいね小さい、高性能ポッパーがあったんですけども、これよく釣れる釣り具シリーズからバスフィッシングにって書いてありますね。音とスプラッシュでアピールの、6グラムのね、こういった感じのポッパーですね。ちょっとね、これ、いけちゃうんじゃないんですか？それでは早速試してみたいと思います。開封してみたらね、こんな感じ。スプリットリングついてますね。針もね最初から結構使えそうな針がついているんで、ちょっとね、このまんまの状態で投げてみたいと思います。カラーリング結構本格的ですね。はい、ダイソーポッパー、フローターなんかだよね、本当お世話になってたんですよね。まあでもなかなかね使わなくなっちゃって、この新型ポッパーはどんな感じか。ユニノットで結んでちょっと投げてみます。投げやすい。いい感じのね、ほっぽんでますね。首振りアクションとかはそこまでやりやすくないかな。ほんとポッピングでスプラッシュも結構出ます。スピニングなんかで使うともっと使いやすいのかな。なんかねスピンテールジグも売ってるね。あれもちょっと買いそびれちゃったんですけど、ポッパーね金黒とこの色があってね、青色綺麗だなと思って、ちょっとキャストミスしちゃう。小バスでもいいからな、連れてくんないかな。
お、手だ。うわー、出たけど危なかった。いたよ。うわ、出た。ダイソーポッパー、ダイソーポッパー。うぅ、うぅ、元気。ポッパー出ましたよ。おお、まあまあいいサイズ、まあまあいいサイズ。よいしょ、ほっ、よいしょ。おお、かわいち、よいしょ。あー、はい、ダイソーポッパー投げて早々釣れちゃいました。2回出てね、1回こうガシッとねかかってくる川1枚だけどね、結構フックがいい針使ってくれてるんで、しっかりと取り込むことができました。結構ね、100円の割に実力派、イエーイ。おーおーおー、すごい釣れた。そりゃ釣れるでしょうってとこではあるけど、それでもね、しっかりとね、ガバッて出て、ザ・トップウォーターの釣りが楽しめました。はい、というわけでね、ダイソーのポッパー使い出してね、幸先よく1匹釣ることができたんですけども、こんな感じ。今ね、釣りからね、しばらく経ったんですけども、ちょうどあの時ね、雨なんかも降っていて、それでね、まあ、乾かしてはいたんですけども、少しね、スプリットリングにサビが出ちゃってるかなっていうね。フックの方はね、なんか針先とかは全然大丈夫で、まあ、100円のルアーなんで、ここら辺のスプリットリング周りとかね、もし気になる人は、お気に入りのいいやつに交換しちゃったりしてもいいんじゃないかなっていうところで、はい。で、使ってみての感触なんですけども、まあ、100円なんで、投げやすい。ね。対岸のこの岩盤ギリギリとかにね、打ち込みたいな、なんていう時もですね、まあ、100円だからっていう感じで、思い切ってキワッキワに入れられるんですよね。それによってね、反応してくれたバスなんかもいて、まあ、最終的に釣り上げたのは、動画の通りの、バスなんですけども、まあ、こういう感じで、躊躇なくね、いいところに入れ込みやすいのかなっていうね。で、アクションについて、まあ、スプラッシュも出しやすいし、あとはボコーっていうね、ボイル音もしたような、そんな感じのね、ポッピングもしやすいし、非常に使いやすい印象だなというところで。で、じゃあ、高いルアーと何が違うのよっていうと、やっぱりね、ドッグウォークとかさせようとした時にできなくはないんだけども、やっぱり一般の普通のいわゆるね、この手のサイズのポッパーとかに比べて、そこら辺の首振りアクションとかはちょっと出しづらかったかな、ね。例えば、その、ポップ X であるとか、そうですね、パルスコットジュニアであるとか、あそこら辺のはこう、ポッパーとしてもね、しっかりと動かせつつ、ネチネチアクションっていうんですかね、こう、首振りアクションとかね、そういうのがすごいね、出しやすいんですよね。そこら辺と比べると、ネチネチアクションなんかはちょっとやりづらいかなっていうね、そんな印象がありました。まあそこら辺も、フェザーフックにね、針を交換してみたりとかいろいろ調整したらね、またその限りではないのかもしれないんですけども、取り急ぎはですね、100円にしてはまあ必要十分なね、性能かな、ね。で、もっと細かーくね、使い込みたい、こういうポッパーとか楽しみたいっていう人は、やはり、大手メーカーのですね、ものすごいね、開発に力がかかっているポッパーとかを選ぶっていうのも手じゃないかな、ね。まあ、ただ、100円なので、その、結構際どいところにね、やっぱり入れると、バスってよく反応するんで、そういうところには、すごい投げ込みやすいな、ね。重さなんかも申し分ないので、
なんていうですかね、最近のこのベイトフィネスタックルみたいなね感じの、今回はねメタニウムに、ミディアムライトぐらいのね、竿でやったんですけども、めちゃくちゃ飛んでね、いいとこに入れやすかったので、まあ、最新のそのベイトタックルなんかで使う、もしくは、スピニングタックルでね、使う、ね、そんな感じで、使うとこのダイソーのポッパー使いやすいんじゃないかななんていう風に感じました。まあね、こういう感じで見た目も非常にいいんでね、ボックスの中にはねなんか隠しておこうかなね。あとは海でメッキを狙ったりとか、そういった時もねすごいね役立つんじゃないかなと思ってね、ちょっと今度ね海釣りでもねこれ試してみたいななんていう風に感じました。取り急ぎね一匹幸先よく釣れてくれたんで動画にまとめてみましたけども、またねチャンスがあったらいろいろなタイミングでね、ダイソーのこの新しいポッパー投入してみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、ダイソーのよく釣れる釣り具シリーズから、これ新作だと思うんですけどね、ポッパーですね、ポッパールアー、これを試したらいいバスが反応してくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。